マネジメント、はい、日々の大和編、はい、お願いします。はい、このホールはどんな感じですか？このホールはちょっと右ドッグレッグしてる、まあ、比較的まっすぐではあるんですけど、どっち、ちょっと右ドッグしてる、まっすぐなんかどっち、比較的まっすぐなんですけど、ちょっと右ドッグしてるパー4があります。あります、あります。昔話昔で、まあ、見える情報として右にピンがあるんで、ああ見える情報としてね、右ピンなんでなるべく左から攻めていきたいんで、でドライバーだとちょっと突っ切っちゃいそうな感じのイメージなので、僕はスプーンでいきます。はい、はい、左目狙いってこと？ちょっと左目ですね。真ん中のポールよりは少し左狙いたい。了解しました。右やばそうだしね、ちょっとなんか嫌っすよね、見た目的に。右だ。やっちゃった。風もちょっと左からっぽくて。超えた超えた。いやなんか超えた、いいとこっぽい。え、超えた？一番やっちゃダメです、これは。なるほど。はい。ちょっとセカンドで。はい。はい。はい、セカンド。はい、セカンドです。意外といいところまで来てました。来てましたね。たまたまですか？たまたまです、これは。ただでもこれ左に行っててもこれだったら助かってるんで、まあ、よしとしましょう。ちょっと何て言うか分かんなかったですけど、はい、で、85ヤードです。はい、左足下がりで、つま先上がり、これは球飛ぶんで、おお、いい情報ですね。はい、そう、球飛ぶんですよ、深まりやすいんで、ラインによってね、はい、球の距離、意外と変わるから。で、ピンが右手前なんで、結構キャリー、なんだろう、低く出ちゃうんで止まらないと思って、ちょっと低めにのイメージで、右から行きたい。おお、うまくいきました。説明全然意味分かんなかったけど、ナイスショッケーじゃない、あれ近いですかね、結構、うん、はい、まあ、次パターンの話なんですけど、今、栗木さんが僕のラインの後ろからのパッティングになるんで、これは絶対に見た方がいいです。お願いします。それだけ、今この今人が打ったパターン、外から打ちましたけど、例えば今ちょっとショートしました、ね、なんで、あ、ちょっと重いのかなとかっていう風に、ちょっと自分の中のラインで参考になるところをちゃんと探してあげる。で、あとライン見るときに見やすい場所は、この構えてる人のこっち側から見た方が、後ろはダメだからね、はい、右後方、真後ろはダメなんで、右後方一番見やすい、はい、この右から後ろっていうのがライン的に一番見やすいラインなんで、ドッグラインだしね、はい、人のラインをちゃんと見るっていうのは大事だよね。めちゃくちゃ大事です。みんなね、人が動いた時ボーっとしてる人が多いから、あー惜しいねっていう、ね、見てるだけ、すごい参考の材料、ね、今打って栗木さん打った場所から僕のラインマークの上通って右に外れたってことなんで、うん、ってことなんであんまり切れないのかなっていう、ですね、参考になったことで入る確率は情報取られた、ぐらい情報捉えた、2人の情報 入ってるから、それは入らないわけね、めちゃくちゃハードル上げられてはい、ありがとうございます。これはもう前に取りました、完璧でしたね、はい、これはもう完璧な、参考になる人もいて、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。